現在の 21.12 というのは、注意報レベルに相当いたします。今後もし30今日の会見で佐藤知事は、県民に分かりやすいようインフルエンザの基準を適用し、注意報レベル、警報レベルという表現で感染状況を伝えることを発表しました。1医療機関あたりの平均患者数が10人以上で注意報レベル、30人以上で警報レベルとなります。国の対応が決まるまでこの基準で注意を促すということです。県内は先月23日までの1週間の平均患者数が 21.12 人と10人を超えていて、注意報レベルとなっています。今後警報レベルに達した際には会見を開くとしていて、改めて対策の徹底を呼びかけています。